回は雄大な自然が広がる翡翠地方。実はここ大昔の神王地方でもあるんだにゃ。大昔の神王地方、こんな場所だったのね。主人公はここ寿村を拠点に翡翠地方のポケモンたちの生態を調査することになるんだにゃ。あれ、ビッパじゃにゃい。よし、狙いを定めて、それ。やった、調査一歩前進だにゃ。私もやる。あら、どうしたのかしら。怖くないからこっちにおいで。って、うわ、嘘でしょ。攻撃してきたわよ。気性が荒いポケモンは人間にも容赦ないんだにゃ。攻撃をうまく避けたらポケモンを繰り出してバトル開始。相手の体力を減らして捕まえやすくするにゃ。なるほど、翡翠地方のポケモン恐るべしね。こうやってポケモンを捕まえたり、時にはプレイヤーが直接勝負したり、翡翠地方の広いフィールドをポケモンに乗って駆け巡りながら、この地で初めてのポケモン図鑑の完成を目指すにゃ。今までのシリーズとは一味違う冒険が楽しめそうね。